4月10日の総選挙で祖国革新党の比例名簿1位はパク・ウンジョン52歳パク・ウンジョンはムン・ジェイン政権時代当時検察総長だったユン・ソンニョル現大統領を退職させる観察を担当していたパク・ウンジョンはその最中、逆に高位公職者犯罪捜査所の捜査を受けて解任された。 ユン・ソンニョル政権は医師不足を理由に医学部転院増を発表した医師会は猛反発し多くの医者や研修生が不登を決行した医学部の教授が相次いで辞表を提出した医療の空白が生じ医療現場は大混乱している。 大韓医師会は新しい会長にイム・ヒョンテクを選出した5月1日に就任するイム・ヒョンテクは3月27日20から30議席の当落は医師会の力で決まると豪語したユン・ソンニョルを引きずり下ろして医学部定員像を白紙に戻すつもりだ 諸国は3月3日、祖国革新党を立ち上げ、党首となった。宋国諸国と祖国諸国は同音異義語なので、漢字で表記しなければ区別がつかない。4月10日の総選挙で、祖国革新党の比例名簿1位は、パク・ウンジョン。2位は、諸国。野党第一党、共に民主党と諸国の 祖国革新党の得票次第でユン・ン・ソ政権はレムダックとなる。3月29日に発表されたギャラップの世論調査によれば支持率はユン・ソンヨルの与党・国民の力が37%野党第一党・共に民主党が29%諸国の祖国・革新党が12%ソウル中央地裁は2023年2月3日 子どもの入試不正やユ・ジェス全プサン市経済副市長監察打ち切りなどの容疑で起訴されたチョ・グク元法務部長官に対し懲役2年追徴金62万円600万ウォンの実刑判決を下したチョ・グクはムン・ジェイン政権時代の法務部長官2019年12月 子どもの入試不正など12の罪で在宅起訴された諸国は2017から18年に釜山大学校医学専門大学院から娘・著民の奨学金名目で62万円600万ウォン受け取ったこれは公職者の金品授受を禁ずる政託禁止法に違反する。 諸国が政府高官らの不正を調べる大統領府民情主席秘書官だった2017年ムン・ジェインに近いユ・ジェス・プサン氏元副市長の収賄疑惑に関する観察を打ち切ったこれは職権乱用罪に当たるソウル高裁は2024年2月8日諸国を懲役2年 水上金62万円600万ウォンとする一審判決を支持する判決を下したチョウ・グクは玉ねぎの皮を剥くように次々に疑惑が出てくるため玉ねぎ男ヤンパナムと呼ばれているチョウ・グクの妻チョン・ギョン・シム元東洋大学校教授は 娘の不正入学や死亡ファンドへの不正投資に関連する罪で懲役4年の判決が言い渡されていたがソウル中央地裁は2023年2月3日チョン・ギョンシムに懲役1年を追加する判決を下した。